どうもこんばんは、メロリでございます。今日はとても寒いですね。寒いんですけど、私はとてもコーラが好きです。本日はコーラを使ったカクテル2000、これを作っていこうと思います。はい、てなわけでまず一杯目はマリブ、マリブリキュール使ってマリブコーク作るよ。ちょっとね、コーラに甘さが足される、まあほぼコーラです。じゃあね、早速作っていきましょうね。はい、皆さん完成しました、マリブコークでございます。早速本日一杯目、お疲れ気味でした。まあね、うまいです。マリブ、これはね、ココナッツリキュールなんですよ。ココナッツが苦手っていう人にはちょっと合わないかもしれないんですけど、まあ僕ココナッツ別に嫌いじゃないので、コーラとね、合いますね。とても美味しいです。もっとコーラも好きなんでね。うん、うまい。次のね、カクテル作りたいんですけど、ごくごく、ごくごく飲むとすぐ酔っ払っちゃうので、ちょっとゆっくり。2杯目を作る前にちょっとね、軽くおつまみをね作ります。簡単にお家でもできると思いますので作ってみてください。材料を準備していく。用意するものはこれ、ポテトチップス。別にね、何味でもいいんだけど、家にあったのがのり塩なんでのり塩使います。こいつと、冷蔵庫にあるかどうかわかりませんけど、うちにありました、ちょっとしか残ってないミックスチーズ、これね、こいつを使っておつまみを作ります。アルミホイル使います。両端を折ります。2回ぐらい折ってください。で、アルミホイルの皿完成。そしたらポテトチップスをここにポテチを置いていく。ね、こうやってパラパラっと、あまりね、こう重ならないように並べてください。そしたらここにミックスチーズをこう振りかけます。そうしましたらトースターの中にぶち込んでいくぞ。まあ大体2分ぐらいですね。おお、ちょっと焦げちゃったけど、これがまたいいんだよね。はい、チーズポテトの完成。これが美味しいんすよ。簡単アレンジでできちゃうんでね。さらにね、お好みでブラックペッパーなんて振っちゃってもいいですよ。はい、オッケー、おつまみの完成。早速2杯目をね、作りましょう。さっき作ったね、おつまみがね、冷めちゃうんでね、じゃんって作ります。これでーす。ホワイトラムを使ってキューバリブレ作ります。キューバリブレの完成です。あー、うまそうでしょ。改めまして、お疲れ気味でした。いただきます。
うめえ。まあうまいっすね。ますね。おつまみね食べますよ。うん。うまい。うまいっす。私個人的にはコンソメの方が好きなんですけど、海苔塩でも何味でも大体合うと思います。まあいわゆる自分オリジナル版ピザポテトですね。うまいっすわ。ちなみにこれってキューバリブレって言いますけど、これバカルディのホワイトラムを使うとキューバリブレって言えるんですが、ね、いろいろルールがあるみたいで、ホワイトラムじゃないとキューバリブレとは言わないんですよ。でコカコーラを使わないとコークって言えなかったりだとか、いろんなねルールがあるみたいですよね。まあ気にしませんけどね。ホワイトラムを使うとキューバリブレで、ダークラムとかラムを使うとラムコークになるみたいなんですよね。あとはまあライムジュース入れて、僕はもうライムもそのまま入れちゃいましたけども、とてもねすっきりと飲めるんで、マリブコークはすごい甘いんですが、ラムコークは意外にすっきりしております。なのでとてもおすすめ。うまい。うん。うん。これうまい。というわけで、コーラを使った簡単なカクテル2000でしたね。プラスね、ちょっとしたポテチアレンジをおすすめるおつまみもありますので、ぜひぜひ皆様、試してみてください。とってもおすすめです。本日の動画はここまででございます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆様、おやすみなさーい。